暗闇ヘッドスパで私はエンタメ×福祉×癒しというものをコーディネートしていくそれを実現させていきたいと思っておりますフランチャイズ展開したいってことなんですねはいそうですはいお<ー>これ<京>フランチャイズ版タイガーファンディングじゃなかったですね確かに <laughs> はい フランチャイズタイガーファンディングの方があの僕らお金かからなくてすんでええー、お金をいただきに参りましたのではい、えー、フランチャイズタイガーファンディングの方がワンチャンお金集まりますからねそして500万どころじゃないからね <laughs> そうそうそう,そう加盟金だけでバカバカ入る、まあ、じゃあ今日これがうまくいけば、はい、改めてフランチャイ版デザインですかねうまくいきますのではい<ー>はいえー、なんかすごい声量が。<laughs>

大人ですか。バルバルの大阪です。<laughs> ですよね。おもろい感じで。や、えっぱ、と、身量大きい人なんかエネルギーありそうですよね。あります。はい。目があの見えなくなったお話少しお聞かせいただけますか。あ、はい。三十歳まで健常者として普通に生活をして、こうカーって煙草とか吸ってたんですけど。<laughs> <laughs> あの突然あの角膜の疾患で自分の免疫が角膜を攻撃するっていう病気に。 潰瘍、えー、っていう病気なんですけれどもどん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 視力を低下していって、はい、5年前にあの全盲となったのであのやっぱり角膜っていうものをすごくケアが大変だったので iPS 細胞とかあるんですけれども20年後それが発達したとしても45歳の時65歳から私は何もできないと思ったので自分自ら義眼を先生にお願いしで両名今義眼で生活をしています。 へえ、このは擬眼なんですねはい、美しいでしょ美しいはい、そうなんです言われたら言うしかないやんいやいや、ビジュアルがとても大切ですはい。確かに見えなくなってもそのポジティブさというか元気さだったんですか、当時は全盲になってからは進化しかないですおおはい。すごいすごい本当ですか稀に見るポジティブですねすみません すげー進化しかない。そして犬もこの時間にちゃんと寝れるというポジティブ。は彼はこれがお仕事ですね。すごい賢いですね。はい。寝れますか？出てますね。てます。はい、多分見えないですけど。あのあとちょっと気づいたんですけど、リライブシャツをちゃんとはい。取っているという。あのやっぱり施術って。 結構大変なんですよだからヘッドスパだけでも私はずっとやってるのでやっぱりそれほど体が疲れることはもう今ないんですけど教えていく人たちにあたってはやっぱり肩が凝る腕が凝るって全てのものがやっぱコリコリになっていくので,でこの T シャツを着てやるとちょっと軽減されるのかなと思って<ー>はいこ,れをこういうのをやっぱり制服にしていけたらいいなと思って<ー>佐々木さん遠隔で積んでくださいね。 <laughs> <laughs> あそういういこと、はい、<laughs> 6人目のドライヘッドスパにするのであれば普通の人たちがやっているヘッドスパでは私は勝てない視覚障害者が勝てないって私勝ち負けで選ぶので勝てないって思った時にそれでも私の世界にようこそっていう感じで暗闇にしました。 すごい真っ暗だと施術される側も何か違ったりするものなんですか感覚があの。お客様に聞くとあのエンタメっていうことを言ったんですけど普通に席に座って電気を消すっていうわけではなくて触覚を敏感にしていただきたいために歩いてててもらっっます壁を使って<ー>でそれの誘導の言葉だけで行います。<ー>でその言葉も少なめで はあ、も,もっともっと触覚,触,感を触覚を敏感にしていただきたいので<ー>であのもう座った段階で椅子に座ったこの「この椅子ってなんてふわふわなの?」って「えそんな大したことない椅子なんですけど」と思いながら「<laughs> そうなんです高級椅子です」って言いながらそこからお話をしながらやっていくんですけれども、ね、違う世界に来たみたみいいって言われる方がすすごく多いです現実の世界から離れていく。もちろんもう真っ暗なので あいあいうのとかも全部隠しているので、うん、全く何もないので施<ー>術中にあの普通ってマッサージをしてる時って目を皆さん閉じられてることがほとんどみたいなんですね、うん、でも途中で開けられる方がいらっしゃってて「うん、一緒や開けても一緒や」当たり前やん」って言いながら。<laughs> <laughs> えこれ開けてるか閉じてるかもわからないって言われますよくちなみにその本社の直営店であればいくらぐらいですか、はい、今初回で2900円通常料金は5800円5900円っていう金額で施術をしてて私だけはちょっと プレミア感が使命か。使いくらだ。大 <laughs> <laughs> プレミア感ございます。私だけあの一万一千円の金額で。まあ、はい、でも浅井さんにやってもらいたいと思うぐらいおーおーすごいハッピーもらえるんですよね。うん確かに。うん、はい。 なんとなく皆さんイメージ掴める。そうですね。はいはい。もせっかくなら僕は目つぶって向こうから来ましょうか。あ、こっちですよって呼びます。い。やってみてください。いつも通り。ここ結構明るい。いわいさあんま意味ないの。でも目目つぶったら真っ暗ですよ当たり前。じゃあマジでやってみます。はい。はいどうぞ。絶対いいの踏まえてくださいよ。コード気をつけてください。これまっすぐですかまず。いや、それは皆さんお仕事だよ。彼女は無理だから。確かに。はい。

はい。<ー>で、こういう形で、はい、ちょっと待ってください、ね。あの、落ちないでくださいね。はい、ボス。このまま、このリクライニングチェアでずっと落ちていくんで、私も後ろに似てるので大丈夫いいですかはい、大丈夫です。はい。はい、見えてるみたいに。はい、すごい。で、まあ、まあ、もうちょっと後ろなんですけど、はい で、このままこのリクライニングチャーでもっとフラットになってまして、はい、で、私もこの後ろにいてまして、ここから始まります。じゃあ始めていきますね。はい、リラックスしてください。<laughs> <laughs> <laughs> それでリラックスできへんやんか。確かにね。<laughs> はい。<laughs> それじゃできない。起き <laughs> てください。<laughs> はい、起こしますね。はい、はい。よいしょ。はい。という感じで、帰りも元木田道チを反対の手で帰ってくださいって書いてもらいます。 は正面の、あの。壁を。やるんだ。あの。スタバがあるからね。あの、そう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 。であの。左、左ですよ。そうです。はい。こうすか。はい。あ、ちょっとマイク。あ、大丈夫ですか。はい。すごい面白い光景だね。なんか。20年後のいわゆる。 普段のお客様にも、先ほど、主催にされたような、えーみたいな、こうされるんです。あ、全然やってます。それは人気になります。キャラクターなんで。ホットペッパー、今見てるんですけど、面白いですよ。真っ黒の画像が。真っ黒の画像一枚貼られて、てこれおもろいなって思いますね。でも、はい、それで、お客様が疑問に持ってくれるので。そこから、あの、集客がすごく多い。事故かなって思うよね。あの、怪しいおみかじが。 おもろいっすよねキャッチ相手の天才だわエンタメっすね本当に今僕5分ほど目をつぶってたんですよ彼女の気持ちに近くなるかなと思ってだん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 なんか研ぎ澄まされてくる感覚があって最初は谷本さんとか林さんの声だけ聞いてきたんですけど髪めくってるのが誰なんだろうとかこの人だなとかってだんだん分かって。 できましたね。ね、石のきしみの音とかね。はいあれですか、林さんがたまにあの目をつぶっていらっしゃるのは寝てるんではなくて、やっと気づきました。そうですよ。瞑想する。やっとわかってくれなりました。わかってくれない。お金とあともう一つやっぱ人材的なのすごい必要かなって思うんですけど、はい。あの店舗にはそのなんていうだろうヘッドスパする全盲の方と、はい。もう一人とかいるんですか。 基本的に私は全部自分を試したいので一、はい、人ですじゃあ、えっと、名古屋店とか平野店もワンオーペンみたいな形なんですか、はい、その方が一人でやってらっしゃるのか誰かもう一人いるのかあ名古屋とかはいてますあそうなんですねはい私は一人でどんだけ全盲で一人でできるのかということを試したいのであそれが大阪店なんです、ねはい、そうですあなるほどなるほど一人,、ね、人すごいっすよね <laughs> クーラーラのの何度とか見えないので 確かにあのビデオ電話で電話して今何度ってあそうとかはいだからついてるかどうかもわからないのであのまあね光るのも見えないので確かに消えてるとかあのクーラーのリモコンは不親切ですねはい音声出ればいいですねはいはいとかたまにこう電気を消すのを忘れてあのお客様入ったわって言ってスタスタスタってくるんですよねあれなんかはやない 電気ついてますえ早いて早いっていや一回帰って帰って今面白いですね面白い本当そうです判定的ないもんねそうそう帰って帰って帰って言って一回帰らして一回座らして仕組み的にエアコンとかなんか電気とか今なんかオールでなんなんだろうなんか作れるじゃないですかはいアレクサとかそういうのあれでしたいですよねそうなんですねそこまでお金がまだないのあ、そうかなるほどね口コミを はいあのお客様がどん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 勝手に書いていってくれてる口コミに返信はしてたんですけどでお客様がだんだん来られる評価として口コミが最高にいいって言われてえそんな大事なってなってで口コミも始まったんですけれどもあのど,んど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 んお客様が増えていくにつれて月30万を切らなくはなってきました。目標はどれれらららいいいいなななんですか私一人ならこれぐらいいけるだろうみたいな 100万ぐらい大きいい声で言います100万ぐらいです <laughs> <laughs> それはどっちの小声だったんだいやらしいと思ったのかどっちだったのかわかんないけどちょっと半分半分でストーリーがいいですよね浅井さんが目が見えないから真っ暗な中だったら勝てるみたいな、うん、でそれが確かにねお客さんにとっても新鮮な体験でリラックスができて、はい、すごい生まれたきっかけもいいしサービスもねいいわけですからとってもいいと思うんですけど。 一番フランチャイズにとって一番重要なのが加盟した人が儲かるかなんですよねはい分かりますかねそこにお客さんがいっぱい来てくれればもう一番いいんですけど浅井さんがねそのストーリー性を持ってるからその浅井さんがもっと有名になってもっと全国にお客さんが来るようにならないといけないですよねはい <laughs>、はい、なるんです <laughs> <laughs> いやめちゃくちゃいいじゃないですかでねあの 今ねその全盲の方でお仕事を、ねはい、さ探してる方でも自分が輝ける場所ですよね同じフィールドになりますからね。絶対いいですよね,ね、はい、やっぱり視覚、うん、障害者って、まあ、これは私の持論でもあるんですけれども職業の選択っていうのが。 やっぱりないんですね、うん、普通の人だったらこれにしようかなあれになるのかこれになろうかなっていろいろ職業の選択があると思うんですけど視覚、うん、障害者ってほとんど職業の選択がないんです、うん、なのでここで働きたいではなくここで働くかしかないんですよ、うん、でそうじゃなくて私はここで働きたいんだっていう場所にしたいんですっていう風になりますよねここはね、はいはい、そういう方が集まってそういう方ですが 一番強い世界なわけですから、ねはい、それでそれがお客さんに喜んでもらえるなんてめちゃくちゃいいですよね、はい、なのでこれは全国に広まっためっちゃいいと思うんですけど、はい、広まった時にそこが儲かれば続くし、はい、儲かんなかったら続かないじゃないですか、はい、そこですすよね儲かりまちょっとあの浅井さんのプライベートなこと聞いていいですか <laughs> ダメです。だめです。大丈夫。はい、どうぞ。いや、なんか、あの素朴な疑問として、お一人なのか、ご家族がある。夫が。いらっしゃる。はい、もう。18歳上の夫がいてるので。はい。はい、でも、私の世話をするのが大変で、生きがいです。私のことが。あ、なるほど、なるほど。確かにね。はい。生がいです。こんなにわんぱくな。お嫁さんいたら、生きがいになりますわな。はい。お子様は。お子様だけ、これだけ。 そうなんですね。盲導犬だけで、今も。はい。お子さんいてたら、大変ですよね。なんで。育てそうだけどね。紐とかつないで歩いてますよね。ちょっと、どっち。今たくましくいきそうな気がするけど。いや、ー元気で素敵だ。はい。あの、ホットペーパービューティーの口コミを見ていたら、ほとんど五なんですよね。そうなんですよ。私五をつけて、五がいいとか知らないので。 たまに4があるぐらい多分4.5ぐらい平均あるんじゃないかなっていうぐらい、はいはい、すごいだから本当にお客さんね、はい、喜んでいただいているのでリピーターさんも多いんじゃないかなって思いました五感っていうのがいいですよねなんかその例え方っていうか暗闇で五感があの研ぎ澄まされるから気持ちよくなるんだっていうのは確かにただの障害者が働く用のものっていうは枠組みで持ってこられたらちょっと微妙だなって思ってたんですけど、はい、確かに気持ちよさそうだしなんかプラスでなんかその 施術までに行き着くストなんかこう前提があるじゃないですか,、はい、なんかそういうのもちゃんとエンタメによってんのがその多分浅井さんの遊び心みたいなのが感じられるんでサービスとしてこれはいけるんじゃないかなって思っちゃいますよね。はい、うん